れが消えるまでどのくらいかかるだろう。10秒、10分、10時間、10日、10ヶ月、10年。10年間、僕は家の中で暮らしている。僕は引きこもりだ。引きこもりは普通親元で暮らしているけれど、僕は一人暮らしだ。ドアを開けたままクソをしても、クソをしながら居眠りしても一向に構わない。意外にも僕はテレビを全く見ない。最後に見たのはいつだったか。でも飯は毎日食う。テーブルなんかいらない。鋭い方はすでにお気づきかもしれないが、10年間続いた僕の整理整頓はもはや芸術の域に達している。信じられないだろうけど、ここにある本を全部読んだ。最近登山、釣り、旅行雑誌などを読んでいて、ふと家が恋しくなる。父親が使っていた部屋には絶対に入らない。父親が送ってくる書き留めは必ず開ける。最初の1年は金と手紙が一緒に来ていた。後の9年間金だけが来る。ピンピンの診察ゾクゾクする。金と電話さえあれば万事 OK だ。何でも配達できる。ベルが鳴る。ドアを開ける。受け取る。金を払う。ドアを閉める。配達人とは絶対に目を合わせない。土曜日には必ずピザを注文して食べる。いつもそうやって人の顔を見ないんですか？そうだ。人と触れるのが嫌だった。日に当たるのも嫌だった。光を見るのは好きだ。見える。日の動きが。他の人にはできないだろうけど、僕には時計の単身の動きまで見える。すべてが動いている。僕は動かない。10年間11年間うちの中で暮らしている。あえて言うなら引きこもりだ。た
立って食べると消化にいい。便器で眠るといい夢を見る。読書は続く。父親の匂い。土曜日のピザ。配達人とは絶対に目を合わせ。11年ぶりに目が合った。押した。うん。音。
違う。下から8段目右。ここは本当完璧。これは本当最悪。衝撃で2日間何もできなかった。もともとやることはなかったけれど、なんだろう、揺れる。ビザーズエンドさんですか？この前はすいませんでした。息を吹きかけました。すいません。親指が何じゃねえお前、ふざけんなよ。お前みたいな野郎はな、両手両足切り刻んでよ、刺身にしてやるぞこの野郎。え、切るなよ。いや、天気もこんなだからさ、なんかイライラしちゃって。だからごめんなっつってんだよ。ごめんなっつってんだろうがこの野郎よ。イラ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 する野郎だなお前はこの野郎。ろくに配達もできねえくせによ、どの面下げて俺に金の話だこの野郎。2週間分の日当出してもらっただけでもな、ありがてえと思うよこの野郎。てめえだけ傷ついてるな、すごいでいくかこの野郎。俺はお前の数字まで続いてんだぞこの野郎。ふざけんなよ俺。俺はな、お前の何倍もナイーブなんだこのクソ野郎は。ああクソ。あの、お宅の店舗で働いていらっしゃる女性の従業員の方は今日はお休みをいただいて いらっしゃるんですか？誰のこと？色が白くてガーターを履いててボタンが、彼女は俺の妻だ。嘘。ああ、彼女も昨日辞めたよ。配達をやめたんですか？本当完璧だな。彼女はもう永遠に家から出ないそうだ。みんなおかしくなっちまった。
彼女の家はどこですか？大沢三丁目だったピザ代いらないよ。引きこもりが引きこもりに会うには方法は一つ。すみません。
あの、みんな引きこもってしまった。みんな俺は5年前の僕もああだった。あの子は10年いや15年あれは初心者だ。あれは出てきてください。早く出て。今出なかったら一生出てこれない。聞いてください。教えてください。お願いします。
戻らないで。触らないで。入らないで。しちゃった。